メール配信システムベンチマークイメールの山本です明日の業務から使えるメルマガデザイン実践講座のアーカイブ映像をお届けしていますこの動画は第2章デザイン作成の基本編ということで実際にデザインを作成するときの手順を解説しますそれではどうぞご覧ください初めてでも失敗しないようにこのメール作りをさらに8つのステップに分けて解説しますね 大まかに流れを説明すると、まずは文章だけのメルマガを作ります。え次にリンクや画像など、その他の要素を入れていきます。え最後の最後に色を入れます、はい。このような流れで参ります。えここでですね、あの見出し、CTA、ヘッダーフッターといった言葉を聞き慣れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。え簡単にご紹介しますので、こちらのメルマガをご覧ください。 A の部分はヘッダーと言いまして、メールの一番上の部分です。B の見出しはコーナー名や記事のタイトルなど、本文より目立つ文字になっている部分です。C の画像、D の本文テキストは皆さんお分かりになるかと思います。E の CTA というのはクリックしてほしいリンクの部分です。最後に F のメールの一番下の部分がフッターです。 それではメルマガデザインを作っていきましょう。最初のステップは見出しを入れるです。はじめにメルマガのコンテンツがいくつかのコーナーに分けられる場合はコーナーごとの見出しをつけてください。例えばこちらのサンプルでは今月のおすすめ記事というコーナーと今月のコラムというコーナーを作りました。次にトピックごとの見出しを入れます。 このメルマガでは今月のおすすめ記事の中で2種類の記事を紹介するため、それぞれの記事名を青で囲んだところに見出しとして入れました。これで2種類のコーナーがあり、さらに1つ目のコーナーには2つのトピックがあるというメルマガ全体の構成がよくわかります。このような見出しは本当に配信効果につながるのでしょうか。例えばこちらのメールを読者のつもりで拾い読みしてみましょう。 読者の方はですね見出しだけを読めばおすすめ記事コーナーの中に2種類の記事が紹介されていることがわかります。これでどちらか自分のある興味を見出しから選んで読むことができますよね。こうした広い読みができるメールは途中で離脱されずに読者とコンテンツがマッチングする確率が上がります。そのため成果につながりやすくなるというわけですね。 こうした見出しを目立たせるには、太い文字や大きい文字を使う、下に線を引く、背景に色をつけるなどの方法があります。次に本文テキストを入れます。見出しと違って、本文テキストはとにかく普通が一番です。こちらはベンチマーク E メールで初期設定しております。本文におすすめのフォントと大きさです。 開業したときに行と行の間が詰まっていると読みにくくなるので、行間スペースも適度に開けることをお勧めしております。行間スペースはまずは1.25に設定してみるのがお勧すすめです。次に CTA を入れます。どんなデザインでどんな場所に入れるといいのか、こちらは後ほど詳しく解説します。次に余白を入れます。 余白というのはデザインの中にわざと確保しておく隙間のことなのですが、意識したことがないという方も案外多いのではないでしょうか。先ほど見出しを1コーナー1トピックごとに入れていただきましたが、余白もこの1コーナーや1トピックの間に入れていきます。そうするとトピックごとに情報がブロッキングされますので、読者の方は読みやすくなります。このメールも上のトピックで一塊。 下のトピックで一塊に見えますよね、えー。適切な余白がないと、こちらの画像のように読みにくいメルマガになってしまいます。えー、比べてみると全然読みやすさが違いますよね。余白はある意味、デザインをするときに一番大切な要素かもしれません、はいえー。ここまできたら画像を入れてみましょう、えー。なお、初めはどんな画像を入れればいいか迷ってしまうと思うのですが、 画像の種類やそれぞれの効果というものを後ほどご紹介します。また、バダー画像の簡単な作り方も実演しますので、お楽しみにしていただけたら幸いです。え文章も画像もすべて入れ終わりましたら、ここで一度、メールが長すぎないかチェックしてみましょう。メールは縦にスクロールする回数が増えるほど、最後まで見てもらえる可能性は低くなります。 掲載するコンテンツの量を減らすというのも一つの手ですが、それは減らせないという方は、カラム数を増やして縦幅を抑えてみてください。例えばこちらの例は、どちらも2カラムにした例です。左右にブロックを分けて使うことで、1コンテンツあたりの面積や縦幅を抑えることができています。 えたくさんの商品を紹介している EC サイトのメルマガでは、このように3カラムを使って商品をコンパクトに並べているもの、よく見かけないでしょうか。え一目で多くの商品を見てもらえるため、お気に入りの商品に出会いやすくなりますね。また、これは応用テクニックとなりますが、優先度の高いトピックは1カラムで大きく紹介する。 優先度の低いトピックは2、3カラムでコンパクトに紹介するという構成にすると、縦幅は短くしつつも情報をたくさん伝えられます。構成にメリハリもつきますので、飽きずに最後まで読んでもらいやすくなるという効果もあるかもしれません。なお、スマートフォンの表示では複数カラムにならないこともあります。その場合は、掲載するコンテンツ量の見直しも含めて調整を行ってください。 カラムのテクニックはベンチマークインメールのニュースレターでも使っておりまして、日頃はコンテンツ1、2本という短めのメールですので、1カラムのデザインでお送りしているのですが、年末にお送りしている特別号では9本の記事を配信しておりますので、この時は2カラムの部分も作っています。たくさんの情報を送りたいときは、このようにカラム数でメリハリをつける工夫をしてみてください。 次にヘッダーとフッターを入れます。どんな役割があるのか、どんなデザインにすればいいのかは後ほどご紹介しますね。はい、かなりメルマガらしくなってきましたで。最後にポイントカラーと背景色を足したらメルマガの完成です。この色についても後ほど改めてゆっくりご説明させていただきます。はい、お疲れ様でした。これで5つのステップが終わり、メルマガの完成です。 今後、メルマガをゼロから作る際はぜひ試してみてください。これはあのワンポイントアドバイスですが、デザイン作成中は時々テストメールで表示を確認するようにしましょう。メールサービスごとに表示の微妙な違いがありますので、利用率1位の G メールでは必ず確認しておくというのがおすすめです。また PC、スマホ両方でのテストもぜひ行ってほしいところです。近年はスマホの利用率上がっておりまして、スマホ側は仕事用アドレスでは4割以上、プライベート用では6割以上という調査結果が出ております。ちなみに近年の流れとしては、ダークモードという明暗を反転するモードを使う人も増えています。 こちらも当社の調査結果なのですが、ダークモードを利用することがあると答えた方は、全体の約半数でした。利用するかどうかは受信者が自由に選べるもののため、配信側としては、もしダークモードで表示されても読みやすいメールデザインというものを心がけておきたいですね。 通常モードでメールを作ったら、ダークモードに設定したご自身のデバイスにテストメールを送り、問題がないかを一度確認しておくのがおすすめです。えダークモード、本来は読みやすさを保ったまま反転してくれる機能のはずですが、このように元のメールで背景と文字の色合いが近いと、反転されたときに読みづらくなってしまう場合があります。 また画像の背景の色がこのように不自然に見えてしまう場合もあります。そのような場合は元のメールで背景と文字の色に差を出してコントラストを強くするとダークモードでも読みやすくなります。画像の背景は必要であれば透明な色に設定するといいと思います。 年代別の内訳を見ると若年層ほど利用率が高くなっていますので2、30代がメインターゲットの方はぜひ一度ダークモードでの表示もチェックしておきましょうご覧いただきありがとうございました次回の動画では第3章 CTA 編ということでクリック率を上げるために重要な CTA つまりリンクのデザインや置き方について解説します よろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。ベンチマークイメールを使ってみたいという方は動画の概要欄より無料のトライアルアカウントをお試しください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。